ようございます。本日は、足元の悪い中、朝の6時ですけどね、こんな時間からですね、大大和神社、奈良県の、天理市にございます大大和神社、お集まりいただきありがとうございます。本日はですね、こちらの方でですね、私ね、山寮がですね、このね、韓国の歌手、大和さんとですね、レベル99になったということでですね、この奈良県天理市にございます大和神社でですね、結婚式かっこ仮をね、挙げさせていただくという運びになりました。朝早すぎてですね、中が開いてなかったんでね、また中は改めて紹介させていただきたいと思いますが、朝の4時からね、遺産でね、来たはいいもののですね、こんなような状態でございますのでですね、早速ですね、ちょっと片隅ではございますが、一応ね、じゃあ、こちらの境内、ここにね、駐車場がございますので、こちらの方でですね、早々とですね、結婚式の方をですね、取り行わせていただきたいと思います。ということでね、音入るかな。近隣結構自宅もございますので、あまり大きな音が出せません。こんな感じで、ということで、ということでですね、ここね、いつもありがとうございます。連合艦隊の旗艦を務めるよりも、敵戦艦と撃ち合うよりも、今こうしている時が私は一番好き。大和はずっと提督が、あなたのそばで頑張ります。いやー、よかったよかった。無事終了しましたということでですね、ここね、周り普通に民家がありますんでね、こそこそとやってますけどね、なんかまずいことがあると。おや、どうされましたか。何、タイトル大和神社で大和さんと結婚したなのに、あ、しまった。よく見てみたらこれ大和会ですね。私いいね、大和と結婚するって言っちゃいましたよね。はい、やってしまった。これはまずですね、表敬法違反になってしまいますね。ね、大和会やないかね、間違っとるやないかということになってしまうので、このままではいけません。ということでですね、このままではいけませんからね、やはりちゃんとタイトル通りにしないといけませんからね、正確な報道、これ大事ですかね。サブチャンネルでね、政治悪関連とか使ってますからね、これはいけません、これはいけません。あ、ちょうどいいところに。間違えましたね。間違えてましたね。ちゃんと大和さんと結婚しないといけませんよね。はい。
いつもありがとうございます。連合艦隊の機関を務めるよりも、敵戦艦と撃ち合うよりも、今こうしている時が私は一番好き。今とはずっと提督のあなたのそばで頑張ります。よかった。完全に周りのね、地元の方と思われる方から、怪しい目で見られておりましたけど、まあ何はともあれ無事にね、ちゃんとタイトル通りになりましたね。よかったということでね、大和神社で、大和さんと結婚かっこ仮、ね、結婚式かっこ仮をやってみたということでね、結婚式の方ね、早々にね締めさせていただきたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。紹介はね、また改めてちょっと時間を置いてきますわ。まだ何もやってないみたいなんで、はい。